こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではかっこいいフィニッシュの作り方を説明したいと思います。コースに行って打った後フィニッシュで、バランスを崩してヨタヨタしてしまったりするシーン見かけますよね。やっぱりかっこよくないですよね、そして何よりもショットも安定しないです。ですから次回のラウンドではしっかりとかっこいいフィニッシュを作っていただいて、そしてプラスアルファショットも安定させていただきたいと思います。かっこいいショットを作るためのポイントは2つです。まず1つ目のポイントはフィニッシュでしっかり止まるということ、そしてもう1つは右足の立て方、これにポイントがあります。具体的にかっこいいフィニッシュの取り方ですが、まずしっかりとフィニッシュで止まるということが重要なんですが、しっかりとこの止まるためのポイントとしては右足をどのように地面に対して立てていくのかというのが重要になります。この時見てお分かりだと思うんですが、右足が地面に対して垂直になっています。こう横から見ても垂直、そして後方から見ても右足が垂直な状態です。これがですね、後方から見てこのようによじれるような形になってしまったり、あるいはバランスを崩す典型的な例としてはこのように後ろに残ってしまう形ですね。後ろに残ってしまいますと後ろに下がってしまって打った後ヨタヨタしてしまう、見ていて、力のないような、そしてバランスが悪い、下半身の弱さを感じるような、そんなフィニッシュになってしまいます。しっかりとかっこいいフィニッシュを作るためにはまず一つ目のポイントとしてフィニッシュでしっかり止まるぞという意識が必要です。そしてしっかりと止まっていくためにはしっかりと右足を立ち上げていくこと、ここを意識して行ってください。そうすると左足に重心がしっかりと乗ってバランスよくフィニッシュで立てるようになります。今回はかっこいいフィニッシュの作り方を説明させていただきました。練習場でしっかりとポイント、右足の動きですねを意識していただいて、かっこいいフィニッシュを作ってスコアアップにまで役立てていただきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。